玉屋橋付近流作水路は埼玉県区市の大田地区を流れる水路である。埼玉県区市の大田地区のうち、主として、青毛の北部を火災用水路の南側に並行し、西から東へ流下していた。名称の由来はその流路の多くが、青毛あざ流作を流下することによる。流作とは、青毛の小技の一つであるが、青毛あざ中村、青毛あざ川原よび、青毛あざ、 中島、栗原浅北の高台の間を縫うように存在していた低地であり、水田として利用されていた土地である。この水田のために、洋悪水路として利用されていたのが流作水路である。明治期の記録である、武蔵国軍村氏には、中堀として記述されている。かつては、青毛の小柱神社の北側より、平沼用水より分水し、 青毛あざ中村北部の高台と低地の境界付近を東へ流下していた。やがて、青毛あざ流作を東へ流下し、埼玉県道百五十三号サ手区ク規の幸い橋付近にてサ手区ク規を横断、そして弁天島の北部、西側付近にて火災用水路へ合流、終点となっていた。現在では、上流部付近で農地改良による森土、下流部では、 青毛特定土地区画整理事業、栗原土地区画整理事業の影響により、かつての一本の水路としての完全な流路は失われ、途切れ途切れとなった。土地区画整理の行われていない、開挙区間では残った水路を農業排水路として利用し、土地区画整理の行われた区間では、またビーズ、ロードの下を暗挙として流れ都市排水路となっている。詳細な流路に関しては、 下記の流露説を参照されたい。ありがとうございます。